さてさて、ここで再び埼玉バーチャル観光大使特別企画というところで、先ほど私の埼玉バーチャル観光大使任命動画の様子を見ていただいたかと思うんですけれども、うん、続いてはこちらの映像を見ていただきたいと思います。はい、 VTR お願いします。チョコチャレ、こんにちは、春日部つくしです。今回私がやってきたのは埼玉県秩父市。大自然に囲まれながらバンジージャンプに初挑戦ですわ。あー、これ足踏み外したら落ちるのか。あー、やだ、怖い。どうしよう、これ本当に飛べないかも。高さはなんと50m。足は一体どうなっちゃうの。チョコチャレ、皆さんこんにちは。埼玉バーチャル観光大使の春日部つくしと申しますわ。さて、アーシは今どこにいるでしょうか。そうです、アーシは今埼玉県の秩父市道峰口駅前に来ております。難しいぞ。チョコチャレでは春日部つくしが現地で直接体験をしながら埼玉県の魅力を皆さんにお届けしていきます。チョコチャレ第1弾は秩父ジオグラビティパークでバンジージャンプにチャレンジいたしますわ。実は私ずっとバンジージャンプやってみたくて、いやでも結構怖いんですけれども、人生の実績解除だと思って頑張りたいと思いますわ。ワクワクしますわ。それでは早速行ってみましょう。チョコチャレ、見てください、駅の裏側にはSL 転車台公園という場所があるんです。ちょっと近づいて見てみましょう。 SL のモザイクアートに、あっちにあるのは転車台ですかしら。日にちや時間によってこの場所に SL が停車するようですわよ。残念ながら今は停車しておりませんけれども、モザイクアートもちょっと近づいて見てみましょうか。わあ、すごい。よく見ると写真がぎっしり。秩父鉄道を利用している方々の思い出の写真なんだそうですわ。足、写真が撮りたくなってきましたわ。エディちゃん、エディちゃん。はい。あ、ありがとうございます。今日一日、足の撮影のご協力をしてくださる AD のゆうなちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうなちゃん、足と一緒にお写真撮ってください。それじゃあポーズを作っていきますわよ。チーズ。ありがとう。チョコチャレ、ここが白川橋で、下に通るのが荒川。うーん、綺麗な景色。え、ちょっと待ってください。もしかしてあそこにあるのがバンジージャンプ台ですか。あれ、ワイヤーしか繋がってないんですか。あんな高いところなんて聞いてないですわよ。また怖くなってきました。いやでも頑張るしかありません。それではもうちょっと近づいてみましょう。チョコチャレ、着きました。見てください、この大自然、荒川渓谷。実際目の当たりにしたら足がすくんできましたわ。ここ秩父ジオグラビティパークは日本初の重力系アクティビティパークとして2019年に誕生。ハラハラドキドキのアドベンチャーを体験できる施設です。ということなんですが、重力系アクティビティ代表といえばバンジージャンプ。他にもどんなアクティビティがあるか気になりますわね。チョコチャレ、はい、ついについに、もう足ちょっと限界かもしれないんですけど、ついに、飛び込み台の上に行きます。今から、あーでもすっごい綺麗。景色だけ見に来れたらどんなにいいか。いや見てください、今から足この橋渡って飛び込み台まで行くんですわね。高さは約 50m だそうです。じゃあ行きましょう。まずはあそこに行くまでに上にあるワイヤーとハーネスをつないで進んでいくようです。よし、じゃあ進みますわよ。皆さんも臨場感伝わっておりますでしょうか。いやマジこれ、ちょっと待って、しゃべるとかじゃないじゃん。あー、やっぱりワイヤーなので揺れてますわね。
あーこれ足踏み外したら落ちるのか。高さはねすでに50メートル多分あると思います。でも不思議と何でしょう、上から見てる分には高さがわからないというか、いや歩いてるのは平気だな、歩いてるのは平気な気がしてきました。でも全然飛びたくないあーついてしまいました。着きました。ここが飛び降り台でございます。とりあえずまずはつま先を出してもらって、はい、そうですね。じゃあこっち準備できたんですけど、手こういうところ持たないようにだけ気をつけてください。はい。で下じゃなくて遠くに飛ぶ感じで OK です。こっちはもう準備できたんで、あ大丈夫です。はい、いいですよ、もう好きなタイミングで。じゃあ行きますよ、頑張ります。頭から落ちると怖くないって言ったんで、そうしますね。せーの、あーやだ怖い、どうしよう、これ本当に飛べないかも。あー先に飛んでもらえばよかった。やばい、完全にコマイさん入っちゃった。頑張ろう。これが終われば、これが終われば全部終わり、これが全部終わり、これで全部終わり。チョコチャレいかがでしたでしょうか。今回はスリリングな埼玉の魅力を伝えましたが、まだまだたくさん魅力がございますので、ぜひ埼玉県に遊びに来てくださいね。そしてプレゼントのお知らせです。秩父ジオグラビティパークの受付にてチョコチャレを見たと言っていただいた方に先着で限定のクリアファイルをプレゼントしております。ぜひ足を運んでみてください。そしてなんとホワイトボードにはアーシの足跡を残してきましたので、ぜひぜひ見つけてみてくださいね。ということで次回のチョコチャレでお会いしましょう。カスカベツクシでした。バイバーイ。